候補者の所信表明を行います。届け出順に泉候補、枝野候補の順に行います。国民を疲弊から救い、来るべき総選挙において国民の皆様が選択しやすい与党対野党一対一の構図を作る、このことに全力を注いでいきたいと思います。一人一人のすべての力を出し切らなければ今の日本の政治を変えることはできません。皆さんの力が最大限発揮できるような、そんな政党を私は作っていきたい。枝健二さん、岡島和正さん、八田川はじめさん、泉健太候補42票、枝野幸男候補107票、白票0票。以上の結果、新党の代表は枝野幸男さんに決しました。この国民生活の危機的な状況を打開をするために、まずは首班指名だけの臨時国会などというものは到底許されません。コロナ対策、災害対策を含めた本格的な臨時国会を今すぐ召集をさせる。そこで徹底的に議論をし、必要な法案などを実現をさせていく。もしこうした本格論戦から逃げて解散をするならば、正面から受け止めて国民の皆さんの選択肢になろうではありませんか。一人一人がそれぞれのつながる地域現場に足を向け、国会へと持ち帰り、日本の政治を変え、コロナに苦しむ国民の生活を守るために戦っていこうではありませんか。政治に私たちは見えていますか。そう感じている多くの人たちに、新しい立憲民主党はあなたを見ていると自信を持って訴えられるよう、一人一人が全力で活動していこうではありませんか。